はい、えー、養殖の生酢がですね、うなぎの代わりになるかもしれないという記事が出てましたね。えー、なんでもですね、これ、養殖生酢、えー、餌に工夫を加えたら、えー、うなぎ風味の味になったっていうんですよ。これ、 本当だったらすごいことだと思いませんかねだって今ね、うなぎって絶滅が危惧されてるわけですから、これが成功すれば価格もぐっと抑えられるしね、え、どうせうなぎじゃなくてナマズだろうなんて思うっすよ。全然ないと思いますよ。僕は全然いいと思いますね。うん。ナマズだからってね、ヒゲすることはないんですよ。うん。ねでもこれね、成功したらこの研究が僕はもう万歳しますね。ええ。だってそうでしょう。うなぎの代わりにナマズだっつってもね、そっちの参照は必要ってね。 ネズッチですうまいまた